この忙しい時に何用じゃ。長城殿、怪しげな薬を流布しているのは貴殿ですな。もはや言い逃れはできませんぞ。すでに妖魔と化しておったか。礼儀をわきまえぬやつよ。土産もなしに勝手に乗り込んでくるとは。土産がない代わりにそなたらの気をいただこうか。